ブラジール。お？ブラジールが来たかった。Hello, my name is 純一加藤。I am チャンピオンインターネット。In Brazil。I am 日系ブラジル人。I live in Brazil, San Paulo. I love San Paulo. Do you know Captain Tsubasa? こんぐらい喋っときゃいいだろ。ブラジルってポルトガル語じゃなかったっけ？ブラジルってポルトガル語じゃなかったっけ？消えやがった。くそ。残念。お、ハートマーク来た。 Do you know me? I am internet champion in the world. ザン・ウィル・スミス。My power is big than Will Smith. リアル。いなくなっちゃった。あいつ本当にあれなのかな。ウィル・スミス。私の力はウィル・スミスより大きい。いい英語使えたな。パッと出てきた。パッと出てきた。英語にしては、いい英語だったな。なんでウィル・スミスなんだよ。なんか、外国人といえば、ウィル・スミス。Bigger than ウィル・スミス。OK?お前の顔が好みのホモだよ。I am gay. I am real gay in Japan. Please telephone sex me. Please telephone sex me. これぐらい言っとけば。俺はもう、はっきり言ってよ。ヒカルとか、はじめ社長とかあれだろ。所詮日本のクズでしょ。俺もう世界に目向けてるからね。それ本気にしてメール送ってくるからやめた方がいいよ。そしたらいいよ、文通するよ、宿命として。ファックミーって。ちなみに男食ったことあるの？もうガチの、ごめんなさい、違います。この前さ、なんだっけな、YouTube ライブ深夜の4時ぐらいにやってたら、ちょうどブラジルの、なんかメール来てたんだよな、ブラジルのホモからすげえメール来て、朗読するわ。あの、多分さ、タイトルだけ日本語に変換して、ブラジルのホモです、みたいなタイトルで来てたんだよな。あ、そう、これこれこれ。タイトル、私はブラジル人のゲイです。これみんなあれして、解読して、文字化けしてるのはちょっと許して、俺にも文字化けしてるから。こうやって来てたんだよね。で、ツイッターでさ、何おいっておいって、あ、おい、お、え、何おい、え、ゆ、え、そう、ビベンド、ロ、ノ、ブラジル、ゲイ、ボク、ゴステル、ムイト、テレフォンセックス、オッケーみたいなさ、この最後のさ、テレフォンセックス、おぐらみたいなのが、これ確実に本気だなって思った。最後の文読んで、これマジだなって思った。これポルトガル語だよな。フィーゴがなんか言ってた気がするわ。テレフォンセックスしませんかみたいなさ。確実にこれガチじゃねえかよって。
携帯電話のセックスが好きって聞いてる。返せばよかったな。好きって。とんでもないぐらい。金かかりそう。電話かけたら高くの請求される。いや、その人のアカウントに飛んで動画見たら陽気に踊ってたわ。ピー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 みたいな感じでさ、変なクソじじいがさ、40ぐらいのクソじじいがなんかダンス踊ってたわ、上、上半身裸で。多分ガチだよ。マジで？あ、ホモで思い出した。なんでホモで思い出したかわかんないけど。で、最近俺の YouTube のコメントでさ、毎回毎回外人がコメントしてくる、してるの知ってる？あいつ俺にさ、エロイプしようぜってめっちゃ来るんだけど。ハニーってやつ。Google 翻訳でさ、ブラジル語かなんかを翻訳して、私、あなたいつも輝いてる。マジで、みたいな。今度放送でエロイプするわ。多分日本語じゃなかったらバレねえよね、あれね。毎回、多分さ、見てるんだよ、放送、生放送。地球の裏側から。だからすげえなーと思って。ニコ生だとさ、やっぱ日本限定じゃん。なかなか世界に羽ばたけないでしょ。ブラジルのホモから声かけると思わねえじゃん。ガチで俺に恋してるみたいで、そうキュートって書いてあったわ、最後は。すごくない？毎回コメントしてくれるんだよ、俺に。なんかね、日本だと、ホモ受けあんま良くないんだけど、その、そう、住所バレてるから、そう、分かってんだよ。だから俺が行くから、会ってくれ。あなたは日本のコメディアン、スターだ、みたいな。ほんとだよ、ガチの求愛受けてて。2週間に1回ぐらいメールが届くわけよ。